きチャンネル。ちょこんにちは。さあ、崖っぷち選手、今日はジャイアンツです。はい。ねえ、いろいろありますけども、はい、安倍晋監督になって、大勢がいきなり怪我して、うん、お前、俺の正月の優勝予想返してくれって。これかなりちょっと順位を揺さぶる問題やで。うん、そうですね。やっぱ体勢がいるかどうかは。抑えがかっちりいるかいないかってだいぶ違いますよね。しかも体勢だから、ね、しかもリリーフ弱いところの体勢がいつ復帰かどうか分かんないって、はい、これはやばいね、うん、あでも去年もほぼいなかったじゃないですか。そっから怒涛のように落ちていったから。そうですね。転げ散るように落ちていったから、はい、本当にね、どうなるのかっていうところで、はい、ジャイアンツのね、崖っぷち選手、はい、この選手です、はい、松原聖也。ああ、あれなんか去年も選ばれてた。去年はもう選ばれてないよね。選ばれてないか。選ばれてた。トレードかな。あ、うんうん、そうか、これ何で選ばれたか忘れちゃいますよね、うん、このね、なんで松原が、はい、逆に言うと、崖っぷち選手に上昇してきてるからね、うん、落ちてたからか、ね、完全に、うん、完全にもう松原は、はい、去年までは崖の底にいた、うん、もう落ちてた。逆に危ないとかじゃなくて、うん、もう落ちてて、はい、もうチーム変えた方がいいんじゃないのみたいな感じであって、うんうんうん、勝負もさせてもらえてなかったから、はい、落ちてたんだけど、うん、まあ、これいつも言ってるけど、うん、監督が変わったら何が起きるかっていうと、使われる選手が変わるっていう、うん、はい、でそこで、うん、チャンスが出てきて、はい、崖に上がってきた。おお、登ってきたってことですか。そうそうそう、だからいい意味でね、うん、崖っぷち選手、うん、かなり崖に立ててるわけですね。そうそう、だからもう平地から崖に来たわけじゃなくて、はい、谷底から上がってきて、うん、崖の上まで来れてると思う、うん、わお。ここまで練習試合含めて打率めちゃくちゃ高いのよ、うん、オープン戦打率だったら4割5分5厘なわけ。すごい。いきなり23日の阪神戦猛打賞を打って、うん、広島戦ヤクルト戦も打って、はい、まあ、日本ハム戦は打ってないんだけども、うん、かなり本人も勝負で、しかも、うん、ジャイアンツの外野いないじゃん、はい、外国人がまあ多分これは最初出ると思うんだけども、うん、あと丸がレフト行ってっていうところもあるし、うん、でもまあほぼほぼバックアップメンバーも含めて、うん、カチッと固まってないじゃん、はい、だからチャンスあるわけよ。私結構年齢数も上がってきてますね、うん、今年、うん、うまくいけば、はい、また松原時代が外野で来る可能性もあるし、はい、せっかく買ってきたけど、うん、やばいダメだったねって言って、うん、また奈落の底に落ちる可能性もあるけども、はい、勝負できるんちゃうかっていう。そうですね、うん、これもう、うん、これ落ちたら、はい、もう本当トレードしてあげた方がいいと思うよ、うん、そうですね、なんかポテンシャルあるのでね、うんうん、これ落ちちゃうと、うん、もう多分ノーチャンスだと思うから、はい、こう本当に勝負。そうですね、このオープン戦開幕、うん、ね、開幕一軍残れるかどうかもそうだけど、うん、本当に勝負、うん、しかもこの佐々木がね、はい、ルーキーのいい感じだからね、うん、そうみたいですね、うん、だからでもそれより打ってますよ、うん、そう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 、うん、だからそこら辺がね勝負だからね、はい、でもこの松原が崖に帰ってきたっていうところで、はい、また面白い感じになるんちゃうかっていう。いや、戻ってきてほしい。しかも足とかも使えるからね、はい、このその新之助のね采配もいろいろできることが増えるから、うん、キャラ的にもいいと思うけども、はい、でも結局は結果出さないと入れないからね、うん、でもこれは崖に復活組の。そうですね、なかなか珍しいね、うん、崖から落ちてから帰ってくる選手って、うん、ほぼほぼ俺見たことないけど、この4年間やっててなかなかね、うん、出てきたことないですね、うん、落ちてもう存在行方不明の人たちいっぱいいるけど登ってきた人って、ね、うん、珍しいけど、じゃ頑張ってもらいたいね。頑張ってほしいです、正直ね、うん、ポテンシャルあるし、ね、はい、期待してるところも佐々木はあるから、うん、ね、これを生かせるのかどうか、うん、でも落ちたら本当ね、トレード出してあげた方がいいと思う、うん、まあ本当に勝負だと、うん、頑張ってほしいね、はい、どうなるかね、頑張れ、うんうん、で続いて、はい、こちらです、はい、門脇誠です。どういう崖ですか。全員が期待してるわけや。もうなんかもう去年掴んだ感ありますよ、うん、アジちゃんでも打ってね、はい、これで、うん、坂本のコンバートもずっと言われてきたけども、うん、ね、うん、やっと坂本もコンバートして、うん、守備の負担も減らして、うん、ショートやっと来たぞと、今まで中山とかいろいろいたぞと、うん、でもやっと来た門脇って言って、うんうん、しかも去年から新之助も、はい、門脇と岡本と坂本は決まりですって言ってるわけだ、うん、もうその後3人に入って掴めんのかっていう、えー、これでもう本当に掴めたら、うん、はい、もう
門脇王国もう長いですよ多分長い、うん、もう間違いなく長い、はい、ね、まだ23歳だから ね、うん、ね大学から、ねはい、というところで今年2年目、うんはい、でももしこれが、うん、今年こけたら、はい、坂本ショートで岡本ファーストにするまた坂本選手戻しますかショートにじゃないと、うん、多分ファーストの代わりはいると思うのよ、はい、ショートの代わりっていないか、まあ、いるっちゃいるけど、うん、どうしますってなるわけよ中山選手とかになってくる感じかそう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 、うん、だからあとは若手だから水口とかあと湯浅とかか、うんうん、とはなってくるわけよ、うん、どうします、ね、みたいな感じになるからね、うん、だから何気にここで王国を作れるかどうかの、うん、ちゃんと掴めますよねっていう崖、うんうん、そうですね、うんまあ、坂本選手をサードにやってのもうショートですから、うんうんうん、みんなもういける感出してるけど、うん、2年目、うんよく言われるからねそうですね、うん、なんか最近あんまりその2年目のジンクスみたいなのって、うん、なんかあんま言われなくなってきた気もしましたけどそれ多分1年目がいないからじゃん あんまり確かに1年目出てるねこの上川畑とか2年目のジンクス、うん、だからそうです確かにネームバリューあるチームの1年目でガンガン活躍したりとかあんまりいないんじゃん、はい、そうですねだから2年目のジンクスって言われないんじゃない、うん、確かにあの大勢投手とかそうか大勢とかもう2年目のジンクスハマってるやんハマりましたね、うん、1年目めちゃくちゃ頑張って、うん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 、怪我してるからね、はい、あ確かにいや門脇選手頑張ってほしいな、うん、去年 ね2割6分3に126試合出て、うん、今年ね誰もがいい形で行くと思ってるし、うんうん、行ってほしいと思うけども、うん、掴めるかどうかがプロ野球難しいからねそうですねこの年、この年をまたいでね、うん成績を残せるかどうかが本当にプロ野球難しいから、はい、これも今年掴んだら、うん、もう別に、うん、見えへんタワーマンちゃん天空の城みたいな天空の城誠もう門脇王国門脇王国のお城に住んじゃう感じですね、うん、だからそこがね、うん、背番号5に変わって、はいうん、勝負の崖だね、はいうん、落ちちゃうと、うん、本当坂本ショート戻すかどうか問題出てくるからねだからチームとしてもどうしようどうしようみたいになりますね勝ててたらいいけど勝ててなかったら、うん、いやもう打つためにってなるじゃんね、うん、だまたややこしくなるから、はい、崩壊しかねないからね、うん、起用法がね自分のためにもチームのためにも頑張ってほしいですね、うんうん、だからそれをね掴めるかどうかが、はい、崖だね、はい、正直ねそうですね、うん、でこういう話してんのに、はい、なんや門脇かお前クビになるわけないやろとかっていうたまに言う人いるんだよ、はい、話ちゃんと聞こうはい次ピッチャーはいピッチャーね、うん、いくよはい高橋、近藤、鈴木、馬場、泉、うん、え、移籍組ですかいや、崖やろ、完全にああまあまあまあここでグワーハマったら、うん、今リリーフ特にいないわけじゃん、はい、でほぼほぼ多分リリーフやと思うねんつかめるやんはいあかんかったら、うん、チャンスなくなっていくでまあそうですねトレードで来た人ってその来た年結構大事ですよね、うん、めっちゃ大事変えるかっていう、うんうん、だこの、ね、現役ドラフトを含めて、はいまあ、昨年ね、うん、鈴木とかは坂根移籍組だけど、はい、この移籍してきた選手、うん、全員崖ですこれでもだって、うん、今あんだけ崖だけど、はい、全員残れないからね多分今の中から半分は落ちるから、はいうん、今何人いました高橋嶺でしょ、はい、近藤、うん、ねで鈴木、うん、馬場、うん、泉、うん、5人ですおお5人5人確かに5人全員が一軍にはまることはないですねまあほぼない、うん、で他にもね、はい、外国人含めてケラーとかいるわけですから、うん、はい、まあ、ケラーも崖っぷちだけどねそう6人はい移籍組、うんうん、全員へ崖ですでもめちゃくちゃチャンスではあるわけですもんねめっちゃチャンス、うん、去年がやっぱりあれだっただけに、うん、だから誰かしらは、うんはい絶対最低でもアパートぐらいには崖から移れると思うね、うん、これ何の話してんやろと思うかも分かんないけど、はい、そうですねあの長く見てくれればもう理解できるようになってきますから、はい、でも、うん、間違って落ちちゃうからね、はい、でももうね、うん、これはもう誰が生き残るかによって、うんまあ、巨人の名誉もかかってるからね、はい、やっぱリリーフをちゃんとしなきゃいけないっていうね、うん、しかも大勢がちょっと怪我してるからどうすんねん問題もあるしね、はいうん、でまあ他のね安定したリリーフピッチャー、まあ、今村とかも多分入ってくるだろうしね、はい、ひょっとしたら西田とかもね、うん、後ろに入ってくるかも分かんないし、うん、中川とかね、うん、今日ね、まあ、船場投手とかも頑張ってましたしねだからここはよ、はい、勝負なんちゃうかっていうこの6人、うん、だこのシリーズが、う
あのシーズン終わった後に振り返るじゃないですか、うん、その時にこの 5,6 人のうち誰がどこのポジションにいるかっていうですね、そうだね、まあ、全員いてもいいんだけどね、うん、全員いたら既存のジャイアンツの選手はもう柿から落ちることに、うん、ことになりますよねそうですよ ね, ねだから、まあ、しかも誰が生き残るかまでも分かんないけどね本当にね、うんうんうん、その人たちがどんなに頑張んなきゃいけないっていうところで、うん、もう一人になるかけは、はい、もう一人、はい、それに付属して平内龍太、既存のリリーフっていうところで負けたら終わるよって、うん、そうですね伊勢行く海に、うん、昨年で2022年53試合投げたけどね、うん、昨年11試合っていうね、はい、ところで、まあ、怪我の影響もね、うん、あったっていうところもあって、はい、まあ、育成で入って5月に試合が登録して復帰するけども、うん、まあ、1軍で11試合とどまったっていうところでね、はい、まあ、ここでしっかりやっていかないと、うん、その人たちも含めてね、はい、ルーキーも含めてカチッとなっちゃうと、もう居場所なくなるからね、はい、もうこんだけ移籍してきてるんで、やっぱ既存の選手たちも結構お尻に火つきますもんね。そうだね、うん、火ついてね、はい、そのまま真っ赤っかなお尻になってやめていく可能性もあるからね、はい、分かんないですからね、うん、なんで尻に火つくっていうやろね。いや、なんかお尻に火ついたロケットみたいにこうピューッていうのがいいですか。違うの、分かんない。そっち、はい、ロケットみたいに火ついたらこうクシャってこう、そのイメージでした。あ、それはありえるね、はい、違うのかな、わかんない。俺最近しょうもないことばっかり考えてんだけど、はい、台風の目とか言うやん。でも台風の目ってさ、はい、無風やんな。あ、静まりますもんね、うん、台風の目に入ると、うんうん、だから無風でかき乱すとかもないし、うん、はい、穏やかじゃんね台風の目って。まあまあ無風ですよね。無風やんな、はい、台風の橋じゃないのかなって思ってみた。橋台風の周りにならないとって。いや、なんならもう台風にならないとみたいな方が確かにかき乱す感はありますよね、うんうん、でもこれ絶対意味をちゃんと知ってる人は何言ってんだと思ってますよ、うん、絶対。そう意味調べろってなんだけど、はい、俺最近そうで、台風の目って静かなのに、うん、みたいな。そうですね、台風の周りの方がいいんちゃう、うん、と思って。ちょっと調べましょう後でねっていう、まあ、くだらない話でした、はい、だからそこら辺だね、うん、やっぱこのリリーフの伊勢組と平内とかは、うん、崖だね、うん、誰が勝ち残るかの勝負も含めて、はい、全員が勝ち残れないからね、うん、でもそこがカチッと決まれば、はい、ね、野手でも言った、うん、門脇が勝ちって決まる。だからここら辺、この崖の選手たちが勝ちって決まれば、はい、本当一気にビッグゲームあるからね、うん、シーズン通してね、うん、台風の目になるんじゃないでしょうか、はい、かもしれない。